ミシェル・バルニエは、フランスの右派政治家、イゼール県出身。1972年、パリ高等商業学校を卒業。1978年、サボワ県から国民議会議員選挙に立候補し当選した。1992年、ジャイ・クロード・キリーと共に、アルベール・ビル・オリンピックで共同会長を務めた。1993年、環境省。1995年、 欧州問題担当国務大臣を歴任した後、1999年から2004年まで欧州委員会で地域政策を担当した。2004年ジャンピエール・ラファラン内閣の外相として入閣した。彼はフランス外交の先頭に立ち、ヨーロッパ、国際協力、持続可能なエネルギーの開発といった自身の信念を表した。ドビルパン内閣が成立すると、 ドスト・ブラジと交代した。2006年、バルニエは欧州委員会委員長、バローゾの特別顧問となった。彼は2006年5月9日、欧州委員会理事会において、欧州市民保護軍の設立を提案するレポートを提出した。2007年会員国民議会選挙でアラン・ジュッペが落選したことに伴い、フランスはフィヨン内閣に農業、漁業大臣として入閣した。 2010年欧州委員会委員に就任。2016年からイギリスの欧州連合からの離脱に関する EU 側の首席交渉官である。2008年1月26日、シャンベリのサボワ工場でレジオンドヌール勲章、グラントフィシエ賞を受訓するバルニエ。ありがとうございます。